鹿児島のお茶、あと結構今どちらで栽培されてる時に起伏をして適採するっていうことが多くてですね、まあ、まあ抹茶とか、玉露っていうのはやっぱり 2,3 週間の起伏するものですけれども、それ以外の普通の煎茶でも、まあ、大体1週間前後ぐらい適採前に起伏をして、抑え切って適採するんですけど、それでこう旨味が強かったりとか、あとその非常にこうグリーンが綺麗に強く出る、まあ、このあたりは特徴的なんじゃないかなと。出身が鹿児島なんですけれども、やはり鹿児島にこう何か貢献したいなと、地元に貢献したいなということで、まあ、その以前の仕事でも食品扱いながら販売するっていう仕事はやっておりましたので、まあ、鹿児島のこうお茶特産品の一つではありますんで、これをこう県外とか、まあ国外も含めてですけど、こう売っていくことができれば、まあ、それで私も地域に何か貢献できるんじゃないかなと。だから、ゆくゆくはその鹿児島茶とか、鹿児島っていう名前が鹿児島以外の場所で、お茶といえば鹿児島とか、日本国内もですし、他の海外でも広まっていくような取り組みっていうのを我々やっぱりしていかなきゃいけないなっていうふうに